プリゴジンっていうのはもともとまあホットドッグの <laughs> 屋台業で,でだんだんこう。 レストラン業に進出してでレストランのなんか一つがです、ね、プーチンのお気に入りになってプーチンが開放ようになってでだんだんその政府の,そのケータリングとかあの要人来た時の,あの接待とかもやったりうん、うん、でだんだんさらにあの勢いを増してきて今度は軍の給食と住宅とかもやるようになってでだんだんいろいろ手広くワグネルをやったり IRA でインターネットリサーチエージェンシーを作ったりとかいろいろこういわゆるハイブリッド戦争系の。 のあの企業もどんどん作っていくみたいな感じでのし上がってきたので、やっぱプーチンとの関係でやっぱこう乗っかってきたっていう感じですよね。でも多分ね、プーチンに親しく別に信頼とかもしてなくて、便宜的な関係なんだと思うんですね。うんうんうん、使えるものは使っとこうみたいない。心の友人とかではないと思うんですよ。うんうん